皆さんこんにちは、レガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日はサイドのタッチライン際で使えるドリブルテクニックを5選紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。1つ目のテクニックはインアウトルーレット。普通のルーレットは足裏を使ってターンしますが、この場合はインサイドで止め、2タッチ目にアウトサイドのタッチでターンします。インサイドで止めることで相手ディフェンスには縦突破はないと予測させます。そこですぐアウトタッチと同時にターンで相手ディフェンスの意表をつくことができます。2つ目のテクニックは反発ステップ。このテクニックはネイマールや三笘選手が得意としているフェイントで、ゆったりとしたボールコントロールでディフェンスとの間合いを取り、ディフェンスと向かい合った状態から一度ボールの外に踏み込みます。相手の重心を動かして素早く前に押し出し突破するテクニックです。このテクニックは反発ステップ同様、ディフェンスとの間合いを取り、向かい合った状態からアウトのタッチで中にコントロールするテクニックです。ボールタッチと一緒に体も中に移動させるとうまくカットインができるので、ぜひチャレンジしてみてください。続いてのテクニックはサイドで追い込まれた時の一発逆転テクニック。ルーズボールや競り合いのシーンなどで使えるテクニックで、やり方としてはラインを割らないように足裏でボールを止め、体を反転させながら逆足でボールをキャッチ、すぐにボールを軸足方向に引き、つま先に引っ掛けボールを浮かせます。最後にディフェンスと入れ替わるようにボールをコントロールで突破します。ラストのテクニックはステップオーバーとシザースを組み合わせたテクニックです。2つのフェイクを織り交ぜることでより効果的にディフェンスの裏をつきやすくなります。まずボールを外から内にまたぎ、ディフェンスとの距離を測ります。次に内から外にまたいで、最後はアウトのタッチで素早く縦に突破するのがこのテクニックのやり方です。だったでしょうか。今回紹介したのはサイドのタッチライン際で使えるドリブルテクニック5選でした。サイドのタッチライン際で状況に合わせて使えるテクニックになってると思うので、5つマスターしてみてください。今日この動画が面白い、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.